じゃあこんにちは。ライフサイエンス統合データベースセンターの山本です。本日は、最初に簡単に紹介いただきましたけども、テキストを使っていくつかのサービスをこのライフサイエンス統合データベースセンターから提供しておりますので、本日はそのサービスについてここでご紹介いたしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。本日紹介するサービスはこの3つになります。アリーというのとインデックスというのと統合ドックということで、それぞれこれから一つ一つは詳しくご紹介しますので、詳しい話は割愛します。で、ここの3つに共通しているものとしてこういったキーワードがあります。で、これら基本的にはキュレーションを支援するという目的で、このセンターで研究開発を行っているものです。で、キュレーションというのはご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ライフサイエンスの文献等を読ん でその中から、遺伝子のデータベースを作ったりすることっていうのは行われていると思うんですけども、そういった時にその人がその文献の中から必要な情報を抽出してデータベース化するっていう作業をしてますよね。で、そういう時にその元からあるそういうリソース文献情報なり他のゲノムのデータベースジェンバンクなどを見ながら新しい自分で編纂した形のデータベースを作るっていうその作業に当たる人をキュレーターといって、そういった作業についてキュレーションという言葉を当てております。で、そういった時にやはりどうしてもそのテキストの情報っていうのは大事になってきますし、そこで新しい情報を自分でその複数の文献やデータを見て、まとめて結果をまた別の自分で書いた文章として記述するアノテーションという作業っていうのはどうしても出てくると思うんですけども、そういった時に英語で書くことが多いと思うんですよね。なのでそういった英文を作る時に、こういった3つのサービスを使っていただけるとより作業が効率化できるんではないかという形で提供しておるものです。で、それぞれ日本語のインターフェースがありますし、当然ライフサイエンスの研究っていうのは非常に進展が早いですから、どんどん新しいデータが出てきますよね。なのでそれに追いつくような形で随時更新する形にしています。それから当然利用するのに特にその利用料とかライセンス料っていうものが必要あります。では一つ一つこれから紹介したいと思います。最初はこのこれアリーというサービスですね。これは文献で使われているヤフーとその展開系を検索するものです。で、皆さんもこれ見ると馴染みのあるヤフーはあるんじゃないかと思うんですけども、これはよく言われるタグクラウドってやつですけども、これ、メドライン全体の中でヤフーがどれぐらい出てくるかっていうこの大きさはその頻度ですよね。出現頻度を反映したものになります。ですので、例えば CI とか CT っていうのが、メトラインの中を全部見ると一番多く出てるっていうことが分かります。で、それぞれ、これがそれぞれどういう意味を持ってるかっていうのを簡単に分かるものもあれば、これはどういう意味で使われてるのかなってちょっと分かりにくいのもあるんじゃないかなと思うんですね。で、例えば CI とかっていうと、これについてはいくつかあるかなとかって思うところが出てくると思うんですね。 CT も、よく使われているのは CT スキャンの CT ですけども、メドライン全体2000万件ぐらいあったうちに CT を、CT スキャンの CT として使っているものだけとは限らなかったりするわけです。そういう時に、簡単にその CT はどういうふうに使われているかということが、検索して分かるようなサービスがあれば便利かなと思って作っているわけです。で、それをまとめますとこんな感じですよね。生命科学分野の文献中には非常に訳語が多い。で、略語を作るのに特にその許可とかいりませんから、皆さんがその自分で研究をして、その成果を文献としてまとめるときに、なんか長ったらしい表現があれば、それをキュッとこう頭文字だけ集めてまとめて作るってことがよく行われていると思うんですけども、それを実際表しているものでして、研究者によって自由に略語が生み出されています。で、パムエド・メドラインに、随時新しい文献が発表されて追加されているわけですけど、その数も非常に多くなっていて、多い日ですと1日に2000本も入ったりするわけです。で、年間ではだいたい60万件今メドラインに新しく追加されるようなペースですから、非常に多くの文献がこう追加されているわけですね。それで、多くの多義語類義語が生じるわけです。多義語っていうのは一つの例えば言うと CI っていう略語に対して複数の意味として展開系が存在している、そういうものを多義語と言いますけども、それが、メドラインを全部見ていくと非常に多いことが分かります。そんなわけで、こういう PC でしたらパーソナルコンピューターとかプライマリーケアとかプロステートキャンサーみたいな感じでたくさんの複数の意味が一つの略語として表現されてしまっているために、読み手に誤解を与えてしまいかねないということが起きているわけです。
で実際見てみますと、まあ、2000万件中大体7万4千個の略語があることが、まあ、これは人が全部見たわけではないんですけども、我々のところで機械的に抽出したらまあそれぐらいあったよということで、まあ、そういうぐらいの略語がもうすでに含まれているということが分かります。でそんなわけなので、まあ、生命関係の略語を簡単に調べる方法がないか、さらにその新しく出てきたものもちゃんと追随してすぐに検索結果に反映させるようなことができれば、まあ、利用者にとって非常に有益ではないかと思って作っているものがこのアリというサービスになります。で、まあ、実際どうしているかということなんですけども、まあ、こういう文献がありますと、まあ、コンピューターのプログラムを使って自動的にこのペアを抽出していくわけですね。この場合ですと、まあ、基本的にこの括弧があるというのを目印にするんですけども、括弧の中にこう CDNA というのを使ったらば、この CDNA に対する展開した本来の表現はどんなものかなというのをこう順番にこうやって検索しながら、多分これはコンプリメンタリー DNA だろうということをプログラム的にパターンマッチやいろいろな方法を使って抽出しています。でこのようなことをして現在はまあ大体2000万件中の1000万ペアを抽出しています。先ほどの7万4000っていうのは、10個以上出てきているユニーク数なんですけども、実際その表現そのものは1000万ペア出てきます。でこんな形でデータベース化したものがアリになっています。で特徴ですけども、まず日本語訳があればそれを提示しますっていうのは、まあ、例えばこのマーマリアンターゲットグラファマイシンという、なんか展開系があればそれに対する日本語訳が、まあ、ライフサイエンスの辞書などを使って、見つかればそれに対応する日本語訳が表示されるようになっています。それからまたそれぞれ略語とその展開系のペアとしてよくそれが使われている研究分野っていうのがあると思うんですけども、その研究分野も絞り込みに使えますから、こんな形で表示するような形になっています。これ後で当然皆さんご利用いただける実際実習をしていただける時間を設けてますので実感していただけると思うんですけども、まあ、最初にこういう形で特徴を述べさせていただきます。でさらにそのペアですよね、この MTOR という略語に対するマーマリアンターゲットグラファマイシンというペアがあった場合は、そのペアが出ている文献情報も一緒に検索結果として含まれる形になっています。でその他にもう一つ特徴としましては、この MTOR がこの意味で使われているときに、その文献の中に出てきている他の表記している略語ありますよね、そういった略語も同時に検索結果に含めることができるようになっていますので、その略語がどういったシチュエーションコンテキストで出ているかということがいろいろなレベルで分かるようになっているわけですね。この文献レベルですとか研究分野レベルですとか他に出てきている略語レベルという形で、さまざまなその状況証拠的なものを、検索結果に含めることで、今自分が探している略語の本来の意味の使われ方がどういうものかということがヒントとしてなるべく分かりやすく到達できるような形にしています。で他にまあ発展的な利用としまして、このアリンで先ほど2000万件の文献から1000万件出したって申し上げましたけれども、そのデータは全てダウンロード可能な形になってますので、もしもその自分でもっとこのアリンよりも素晴らしいサービスが作りたいとか、もっと違う使い方をしたいっていう方がいらっしゃいましたら、自由にそれを全部ダウンロードしていただけますので、そちらももしご興味ありましたらご確認いただければと思います。で他にAPI っていうそのコンピューターのプログラムからアリーにアクセスしてさまざまな略語の検索をすることもできるようになってますので、こちらも詳しい説明等は別 の, ホームページ等に書いてありますので、ご興味あればご確認いただければと思います。で早速ここで利用していただければと思うんですけども、こんな形でまずアクセスしてみてください。で、こちらに、先ほどの moddb のページの方に、簡単な資料を載せておりますので、こちらも合わせてご参照いただけますと幸いです。さっきの moddb のページで文献情報関連サービスの活用法というアンカーのクリックできるテキストがありますので、こちらをクリックしていただくと中に今のアリーの使い方について簡単なサマリーが書かれています。で、こちらでどうしますか、ここに出すこともできるんですか、この結果をこっちに出すこともできます。できます。できます。あ、プロジェクターのか、はい、はい、あ、こっちでやればいいんですかね。
できれば。はい、わかりました。でこちらで一緒にやっていきます。これで、このページが出ましたよね。で、一番最初は、ここにもう例に書いてありますけど、SPF。この SPF という、略語があります。その SPF の略語が実際にはどういった意味で文献中では使われているか、これを調べてみましょう。ここに SPF と入れて、リターンします。こんな感じで表示されましたか。これで、まず左上から見ていきましょう。まあ、検索条件、検索後 SPF ですね。で、まあ、検索後完全一致ということで、で、これが分野になっています。この分野というのは先ほど簡単にご説明しましたけども、この SPF が使われている研究分野がどうなのかというのが概観できるかと思います。そして、実際の展開系のリスクはここにあります。で、この場合は、展開系の出現頻度順に表示がされています。ですので SPF に対してメドライン中に最も使われている展開系はスペシフィックパスデンフリーという言葉だったことが分かります。でこれが933回出ているということが分かりました。で、それからそれに対する、研究分野、主な研究分野としてはこの獣医学ですね。そして、そのスペシフィックパスデンフリーという意味で使われている文献中に出てきている他の狂気する狂気略語はこういった形になっています。そしてこれらが出てきている文献情報がこんな感じで表示されています。で、これそれぞれ、狂気略語と文献情報は一番、古いものと一番よく出ているものの、上位3件、これは1件しか出てませんけれども、より詳しく調べるときにはこの詳細をクリックしていただくと、それぞれ全部のリストを見ることができるようになっています。ですので例えばここで文献情報、これは一番最初に出てきている文献が1961年のこの文献なんですけれども、それ以降どういう文献でこの SPF に対してスペシファストジェンフリーという意味での使われ方がしているかっていうものを見た場合は、ここをクリックしますと、こんな感じで全部、これは新しい情報ですね。2011年の文献がずっと遡っていく形で確認することができるようになっています。で、次にこの S-phase fraction、次はサンプロジェクションファクターで、次がスーパーナタントプロテインファクターという形で、まあ、こう順番があるわけですね。なんかよく SPF って一般的にはあれですね、日焼け止めクリームとかで使われていると思うんですけども、その場合は多分これですね、サンプロテクションファクターですよね。でもメドライン全体を見てみると、そのサンプロテクションファクターって意味で使われているものよりも、こういった S-phase fraction ですとか、スペシフィック発電フリーというような意味で使われている文献の方が多いということが分かるわけです。で、この研究分野を絞り込み条件として使うこともできるようになってまして、例えばこれは全ての今、デフォルト、初期設定では全ての研究分野がここで表示されるようになってますけども、まあ、獣医学だけに絞り込みたい場合ですと、こういった形で、すぐに絞り込むことができるようになっています。で、こうやって見てみるとちょっと分かるんですけども、SPF っていうのは基本的には、まあ、スペシフィックパスデンフリーなんですけど、他に、まあ、スペシフィックパスデンフリーティーグスとか、まあ、ちょっとこういうのは失敗に近いですけど、2回、これが933回に比べると、これ2回、2回、1回なんで、あまりうまくいってない例なんですけど、こんな感じで出てくるものが分かります。まあ、この辺はちょっと機械的に自動でやっているので、どうしてもちょっとこういった漏れも出てきてしまうんですけども、大体はうまくいっていると思いますので、実際的な利用ではそれほど問題は生じないかなと考えています。で、それから、さらにこのスペシファスデンフリーのここの矢印2つをクリックしていただきますと、こんな感じでより詳しい情報が出てきます。で、これは何かと申しますと、ここに
SPF やスペシフィックパスジェンフリーというそれぞれ略語とその展開系について実際文献を見てみると微妙に表現が異なっていることがあるんですよね。これはまあ人間が見ればすぐ分かるんですけども、機械ではそれが別の全て一文字でも例えばハイフンが入っているとか中にドットが入っちゃったりしているだけでも、まあ、機械としては別物に扱ってしまうので、それをまとめて、で実際には文献中にはどういったその具体的な表現として出ているかということが、まあ、簡単に見れるようになっています。で例えば略語のバリエーションというところをクリックしますと、この SPF という表現が他にはこういった小文字だけの SPF であったりとか S.P.F という形で書いている文献もあるということが分かります。でそれからこちらの展開系バリエーションですと、スペシフィックパスジェンフリーという表現が実際にはこれだけのいろいろバリエーションがあるということが分かるんですね。これスペシフィックパスジェンの次にハイフンが入るタイプフリー、これが一番多くて340万回ですけど、他にスペシフィックとパスジェンとフリーのそれぞれの3つの単語をそれぞれ全てハイフンで結んでしまっているものが268で、1つもないものが276とかって、こんな感じでずっとあります。こんな感じで実際に文献中ではどんなバリエーションがあるかってこともまあ、簡単に分かるようになっています。これまでアリについて何か分からない点やコメントがありましたらよろしくお願いします。基本的に動作は簡単な単純なものなのですぐにご理解いただけるかなと思うんですけども、何かこうしたらいいんじゃないかとかそういった要望等もありましたらぜひお願いします。よろしいですか、はい、ではこちらの発表の方はプレゼン資料の方に戻りたいと思います。でこのアリーなんですけども、まあ、今簡単にデモをしましたけども、ちょっと忘れてしまったとかあれはどうやって使うんだっけって思った時には動画のチュートリアルがありますので、ぜひこれも参照いただければと思います。これ統合 TV という形でこのセンターからサービスを行っているもので、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、動画で実際にこのキャプチャーを動作そのものをキャプチャーしてさらにそれに対してこうやって使いますってことがチュートリアル形式で表現されているものです。では次のサービスに移りたいと思います。次はインメクセズというサービスです。でこれは一言で言いますと、まあ、文献中に書かれている英語表現を検索するためのシステムになります。で、まあ、こんなシチュエーションありませんかってことで、まあ、英作文をしてると、まあ、英語がネイティブな人はまあいいんですけども、そうでない場合、例えば、まあ、is associated に続く略語じゃないや前置詞なんだっけなとかよく思うことあると思うんですよね。まあ、イズアソシエテッドはちょっと簡単かもしれないですけども、まあ、いろんなこう動詞の後につながる前置詞いっぱい種類ありますよね。そういう時に、この場合はどういう前置詞がふさわしかったかなとかってこう迷う時ってあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、私はもうしょっちゅうそんなことばっかりなので、できればこれが簡単に確認できるようなシステムがあればいいなと思って作ったものなんですけども、まあ、他に例えば、まあ、リン酸化に対応する英単語でフォスフォリレーションだけどフォスの次はどう書いたかなとか、まあ、ちょっとこうど忘れしちゃったりとか忘れちゃ勘違いしてる時とかあると思うんですけど、それも簡単に検索したいとか、あとはまあアソシエイテッドウィズってとこまでは分かったけど、その前にまあ副詞でこう新しより表現を豊かにするために就職したい時にはどんな言葉を使うといいかなとか、まあ、いろいろと英作文してる時に考えることは多いと思うんですね。でそういったことが、まあ、特にライフサイエンスの分野で簡単にできると嬉しいなと思って作っているのがこのインデックスというサービスです。で、まあ、インデックスでお任せくださいということで、はい、もう高速なんですね。この売りは、まあ、メドライに含まれている全ての題目、まあ、タイトルと用紙アブストラクト中の表現が高速に検索されます。でさらに警戒ということで、まあ、4文字以上入れるともうその4文字入れたものにヒットする英文 の, その表現が全て検索結果として返ってくる形になっています。でさらに、まあ、それは頻度順になってますので、まあ、皆さんよくその先ほどのようなその前置詞が2つか3つぐらい候補に上がっている場合は、例えば Google 検索に入れて、まあ、検索結果が多い方がどっちかなとかってやってる方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、これはそういうことを簡単にできるようにするために、まあ、頻度順ですぐ出てくるような形にしてますので、
まあ、そういった手間をかけずに同じような結果が得られるようなサービスになっています。これも、まあ、すぐにお使いいただけるんですけど、まあ、同じように発展的な利用にも対応してまして、まあ、API で、まあ、JSONP という、まあ、この言葉がお分かりになる方は、あ、分かったって感じで、なんだこれやと思った人は、まあ、それは流してください。でこれはホームページにその説明は書いてありますので、ぜひこれにご興味を持った方はそちらの説明を読んでいただければと思います。まあ、要はこれを使うことで、まあ、このライフサイエンス統合データベースセンターのページでインデックスってサービスが使えるようになってますけど、そのサービスが、まあ、そのページだけじゃなくても、例えばご自身の作っているブログですとか、まあ、自分の組織のページ等に埋め込んで、その検索サービスの口だけをこう見せることができる、そんな形で利用することができるようになってますので、もしご興味がある方はこちらも参照いただければと思います。でこれも早速使ってみてください。ここに例えばこういう例があるので、何言うかよく分かんないっていう方はこれを試してみてくださいね。それで、ここに出てきましたね。で、まあ、一番最初にその is associated っていうのは先ほどこちらのプレゼン資料で例としましたので、早速それからやってみましょう。で、あ、そう。で、こうやってもうここまで入れるだけで、こうやってサクッと出てくる感じになりますね。で、これはその is space as という表現自体がメドライン中にどれだけあるかっていうものが分かっていて、でそれはこの単語ごとにやってますので、この is space as as っていう形で入れる表現で一番多いのがもうすでにアソシエイトだということが分かる形になっています。これはメドライン2000万件中、この場合ですと23万9579件 is associated という表現があることが分かります。でそれからさらにその次に多いのが、まあ、with なので、まあ、is associated といえば次に来るのは with だなということが簡単に分かるようになっています。これ大丈夫ですか。こんな感じで、例えばだからインフォメーションに続く前置詞は何かなって思った場合は、ここにまた同じようによいしょインフォメーションって入れてみればいいですね。そうするとこうやってポンって出てきて、あ、インフォメーションに続く前置詞はオンだったなってのをすぐに確認できるわけです。次はアバートです。だからこれ微妙ですけど、まあ一番多いのはオンだったんですね。でさらに、うん、じゃあオンって使ってるのはどんな表現なんだろうと思ったら、ここをクリックしていただくとこんな感じで、これはご利用されている方もいらっしゃるかなと思うんですけど、 LSD ですね、ライフサイエンスディクショナリープロジェクトのページで、提供されていますコンコーダンスですよね。このインフォメーションオンという表現が使われている実際のメドラインのセンテンスとしてはこんなのもありますよっていうのがこの一覧で表示されます。でこれはすでにLSD プロジェクトの方が確認をして、これは表現として英文としてふさわしいというものだけを抽出してますので、ここに出てくる英文はそれなりにちゃんと間違いのないものになっています。でインフォメーションオンの使い方として、あ、こういう表現があって実際にはセンテンス文章としてはどうやって使われているかというものを簡単に確認する方法としては、こういったものを使うといいかなと思います。でここに番号があって、この辺をクリックすればさらにメドラインのそのページに飛ぶことができるようになっています。簡単、非常に単純なものなので、あまり使う時どう使うかなっていう時の問題はないかなと思いますけども、何か質問とありますか。でこれさらにこの検索結果っていうものをパーマリンクという形でその URL で保存することができますので、何かこう複雑な
検索をした結果っていうのを後でもう一回思い出したいと思った時にはこのパーマリンクっていうところをクリックしていただいて、でこれ一瞬何も変わってないように見えるんですけども、ここのこの URL ボックスが表現が変わってますので、これをブックマークしていただくとこの検索結果をいつでも再現することができるようになってますので、ちょっとやった後にまた後でも参照したいなと思った時は簡単にこのパーマリンクっていうのをクリックしてからブックマークをしていただけると便利かなと思います。よろしいでしょうか。はい、これはメールライン上にこういう英語の表現がありますっていうことをヒント的に出してるだけの話ですね。そうです。でそれが例えば Google で検索したものと比べてと何が違うんですか。 Google は全部のウェブページです、はい、これはメドラインですね。あ、それでメドラインに絞ってやってるんだ。そうです。はい、まあ、あとはここにこういった形でその分野がもしもっと詳しい、これはインフォメーションという一般的な表現ですけども、よりあの分野に特化した表現ですとか、よりあのその分野の特有な表現が出てくるので、どういった分野で特に多く使われているかといったものが分かるという形になっています。あと Google ですとこういうインクリメンタルサーチができないというのもありますよね。 Google で出てくるサジェスチョンは他の人がどういう検索をしたかっていうので上からあの自動的に出てきますけど、これは、途中でこの4文字以降を出してその都度都度検索して結果っていうのはその頻度順に全てなってますので、その辺も Google のサジェスチョンとは違った表現、振る舞いになっています。それでよろしいですか。では次のサービス、その他に、これについても同じように、統合 TV でチュートリアルがありますので、こちらも何かありましたらご参照いただければと思います。はい、次、統合ドックと統合ドッククライアントについての説明に移りたいと思います。で、まあ、先ほど来何度も申し上げてますけど、まあ、文献の数が非常に増えちゃってます。2000万件になってるという形で、まだ毎年60万件増えてるという状況ですので、まあ、こんな感じですよね。日々流される情報がもうすごい数になってますね。文献だけでもこんな感じで増えてますから、文献に関連した他のデータベースの情報など、あとニュースなど、もう非常に自分の研究している分野に関する情報だけでも非常にあふれかえっていると思うんです。でさらに、まあ、最近はこの電子ジャーナルというものがどんどん発展してきましたので、あの自分が欲しい文献情報というのを、例えばパブメドを検索して得られた後に、そこからあの右上にフルペーパーのリンクがありますから、そこをリンククリックして、で全文の PDF を見て閲覧するってことは増えてると思うんですね。でそれ、まあ、読んだ後、まあ、印刷したりあのする方ももちろんいると思いますけども、まあ、そこで、まあ、実際に PC の中では PDF というファイルがダウンロードされて表示されているわけです。でその PDF ファイルっていうのは、まあ、自分のその閲覧した PC のどっかにこう埋もれていくわけですよね。でそれをまあちゃんと管理されている方っていうのも、まあ、中にはいらっしゃると思うんですけど、まあ、結構皆さん忙しいですし、そういったファイルもいちいち確認しながらフォルダを変えたりとかっていう作業をするっていうのも、まあ、手間にかかることですから、あまりそういうことを細かくやってる方っていうのも多くないかなって思うんですね。でもこっちの2つを考えてみます。例えばこれは情報がたくさん溢れ返っちゃって、自分が欲しい情報になかなかたどり着けないっていう問題がある一方で、自分がもうせっかくいろいろ検索した結果として得られた文献情報っていうのが PC の中に埋もれているような状況ですので、このせっかく検索して得られた PDF の情報っていうのを活用してこっちの問題に対処できないかって考えられるわけですね。ですから例えばこうすでに読んだ、自分が読んだ PDF ファイル文献っていうのは自分が興味があったものっていうふうに、まあ、見ることができますから、それを検索解析して、でそこから得られた情報をもとにこちらの検索に使えば
溢れかえっている情報の中から自分に興味を持ったものだけを効率よく検索できるんじゃないかということが考えられるわけです。なので、まあ、こんな形で研究者の興味に基づく情報の取得、整理が可能な環境を実現できないかと思って作っているシステムがこの統合ドックと統合ドッククライアントになります。でこれは何をするかと言いますと、文献の整理検索を効率化します。で研究その結果として、まあ、研究活動を効率化したりですとか、まあ、データベースを構築したりすることを効率化しましょうということですね。まあ、クライアント統合ドックはこちらのセンターが中心になっていまして、統合ドッククライアントにつきましては東京大学の岩崎渉さんとの共同開発になっています。で、まあ、その2つは何かと言いますと、まあ、統合ドッククライアントというのは実際の利用者の PC にインストールして利用するソフトウェアになっていまして、で統合ドックというのはこのデータベースセンターにあるサーバーのサービスになっています。でこのお互いが連携をしながら先ほどのような環境を実現する形になっています。で特徴ですけども、まあ、自身の PC に散逸しないしがちな PDF ファイルを簡単整理しますと。でこれ具体的にはその、まあ、大体その PDF ダウンロードされてくるフォルダというのは、ね、ほっとけば一つのフォルダになっていると思うんですよね。まあ、ダウンロードだったりドキュメントだったりということになっていると思うんですけど、そのいつも普通にブラウザを立ち上げてフルペーパーを読んだときにダウンロードされるフォルダーが最初に分かりさえすれば、そのフォルダーをこのクライアントのソフトウェア側に教えてあげることで、あとはそのソフトウェアが自動的にそのフォルダーの中にある PDF ファイルを解析して、その書誌情報ですよね、著者ですとかタイトルといったものを抽出します。そういう形で特にイメージ的に自分がそのファイルの中に何が書かれているかということをソフトウェアに伝えることなく内容を確認して、でそれの結果に基づいてそのファイルを整理することができるようになっています。でさらにそういった形で書誌情報が PDF ファイルから取得できますので、今度はその情報をこのセンターにあるサーバーに送り出して、でサーバー側ではそのこの人が持っている PDF ファイルの中に書かれている研究トピックスはどんなものかということを把握して、でその内容に基づいてここにあるメドライン全体の中から特殊な、よりレレバントな関連性の高いものを引っ張り出してきて、でそれを利用者側に提示することで、多分あなたがまだ取得してないけども読むと多分ためになるような文献としてはこんなものがありますよっていうレコメンデーションをするっていう形になっています。でさらにそのもう一つの機能として、その PDF ファイルっていうのはダウンロードしたその PC、 その PC そのものに置かれますけれども、まあ、最近ですと複数台の PC を他の場所で利用したりする方っていうのも増えていると思うんですね。そういった時にその、まあ、オープンアクセスのジャーナルですとどこからでもネットにアクセスすればまたフルペーパーを見ることができますけれども、まあ、例えば、まあ、東大でしたら東大の図書館でしか見られないようなペーパーですとかもありますし、あるいはまたその PDF ファイルに自分で何かメモを書き込んだりした結果ですと、また別のところでダウンロードするとそれはなくなってしまいますので、そういったものをどこからでも自分の一つのある PDF ファイルを他の PC でも参照できると便利かなと思いますので、そういったサービスもできる形になっているのがこの統合ドックのシステムになっています。ということで、使い方です。これはここで今使っていただいてもいいんですけども、これは本当ご自身の PC に入れるのが一番いいので、ご自身でもご来ている PC があればそれは使っていただくといいんですけど、まあ、ここのセンターのものですとここダウンロードしてもあまり活躍ができないと思うので、簡単にこちらでデモだけする形にしたいと思います。でそのレコメンデーションのシステムを使うためにはこの OpenID というのを取得する必要がありまして、これは何かというと、まあ、普通のアカウントなんですけども、そのレコメンデーションのサービスをするために必要なユーザーアカウントだという形で覚えておいていただければと思います。でこれをまず取得しまして、ここのページからいきますね。このアカウントを作成、こちらってこんな感じでアカウントを作成することができますので、先ほどの ModDB のこのページの私 の発表の部分にこの説明が書いてありますので、後でご興味持った方はここでアカウントを作っていただければと思います。既にこの OpenID というものを持っている方はこう改めて作る必要はございません。
で、まずクライアントをダウンロードしますね。でこれが、クライアントの、これもすべてさっきここでご覧いただいているように全部リンクがありますので、後でこれをリンクをたどっていただければと思いますけども、こんな感じでまずクライアントをダウンロードすることから始めます。ここに、インストールとかありますので、ここからこんな感じで Windows と Mac とそれぞれ対応しています。さらに、Linux でも動作確認をしていますが、ちょっと手順が違うので、ここに Linux を使いの方へということが書かれています。なので Windows、Mac、Linux どれでも対応していますので、皆様のご利用いただいているタイプに合わせてダウンロードしていただければと思います。で、このダウンロードしますと、あとはそれを起動するだけで使えるようになりますけども、それをちょっとこっちに移しますね。ここにこんな形で展開されますので、こういう形に入っていくので、ここのこれをクリックするとこんな感じで立ち上がります。でここに最初もうこれは一回使ってしまっているので、ここにこうホールサンプル PDF っていう、こう名前が出てますけども、一番最初立ち上げるときはここに何もないので、まずここでその先ほど簡単に説明しましたけども、いつもオンラインジャーナルで PDF ファイルが保存されているフォルダっていうのをまず探していただいて、それをここで指定していただきます。でここで指定しますと、あとはこれ解析が始まりますが、その他に、先ほど作った OpenID のアカウントがありますよね。あれでまずログインします。そうするとこんな感じでサインインで出てきますの で、ここで普通にパスワードを入力してサインインしますと、はい、よいしょ。で OK になるので、認証されましたって出るとここの OK を押します。すると このクライアントが今ここのサーバーと接続可能な状態、情報通信可能な状態になりましたので、これをの情報を使いながらフォルダの中にある PDF ファイルを順次解析していくという作業が行われます。でその結果、さらにそこにあるものを、自分の PC にあるPDF ファイルのリストを解析した結果がこちらのサーバーに送られてきて、でそれをもとにメドライン全体から関連の深いものを検索して、ここにそれを推薦という形で表示することになっています。こんな感じで、ここの手元にある PDF ファイルを全リストからそれに関連すると思われるメドラインの検索結果というのを組んでいって、この中でこれも面白そうだなというのがあればすぐクリックして、また新しい情報が取得できるようになっている、こんな感じですね。こういうサービスになっています。でさらに、そこにある PDF ファイルってすごいそのままオンラインジャーナルからダウンロードしていると、めちゃくちゃな英語と数字を並べたような名前になっていることが多いと思うので、それを自分の好きな形で、例えば著者名とそれを発表したイヤーですよ、2011とかっていう形のフォーマットで一括名前変換をするといった機能も入ってますので、そちらもご利用いただければと思います。大体以上ですけれども、何かご質問等ありましたらよろしくお願いします。はい、これよく使って内容してるんですけど、ありがとうございます。なんかダウンロードしても結構半分ぐらい認識してもらえないんですよ。PDF ファイルですか。そうで、DOE って形式は認識してて、はい、そちらで再設定して認識できたりするんですけど、パペメント ID が取得できないとできないんですか、認識というか。そうです、このサービス自体は最初にその、DOE があれば一番簡単ですけども、DOI がない場合はその PDF の中にまずテキスト情報がないといけないんですけど、古い PDF ですと人間が読むとちゃんと文字はなってるんですけど、そのファイルの中にテキスト情報が入ってなくてイメージしか入ってないものがあったりするんですね。でそうなってしまうと今のところお手上げになってしまっているので、そういう場合はご自身でこう手を入れていただくしかない。はい、そうなんです。ちょっとそこ OCR の機能とかいろいろあるんですけど、まだ認識率があまり高くないので、ちょっとそこまでできないんです。すいません。2000年以降ぐらいですと結構多いんですけどね。2000年前ですとイメージが多くて、そういうちょっと解析に失敗するケースが増えてしまいます。感情が上がったらもう少しその認識を向上することはありますか。
そうです、はい、これからその辺はやっていきたいと思うんですけど、ちょっとすぐには今できるような状況にはなってないんですけど、本当イメージはさすがに難しいんですね。そうです、はい、すいません。同じく、この、こんな感じ、検索をしていただくとすぐに行きますし、あと、情報交換という形で Twitter も使ってますので、簡単にその何か問題があったよとか、こういうことが欲しいなというのがあれば、ここでアットマークで投稿を送ってつけていただいて、いろいろと。ご意見いただければ幸いです。で、同じくこれも動画チュートリアルがありますので、今ちょっとざーっと話しただけでは分かりにくかったところなどがありましたら、ぜひこちらもご覧いただいて、内容を理解していただければと思います。はい、終わりです。何かあればまたお願いします。